いや、ありがとうございます。これ、はい、プレゼントで。よかったですか。お誕生日プレゼント。よかったです。ちょっといただいて。ちょっとありがたいんですけど、はい、ちょっと僕が、はい、そのまあ、なにわ生まれなんですけど、僕、なにわ生まれやのに、ちょっとあんまたこ焼きに馴染みがなくて。知らない。あまり。そうなんですよ。どっちかというと、お好み焼き。ハーバツやったんで、はい、ちょっとあんまたこ焼きは慣れない。そうなんですよ。あ、なるほど。なんでちょっと使い方とか教えてほしいなと思って、うん、もちろんです、はいはい、使い方はめっちゃ簡単で、はい、岩谷のカセットボンベをはめてもらって、はい、ここに合わせてポチッとしてもらったら、はい、閉める。ああ、ええー、まだですまだです。ちょっと待ってないんですか。こういうことです。で、これ刺す。刺し込むんだ。そしたら、ここをお向き、こっちまで。で、これを、これめっちゃポイントなんですけど、はい、ここを高速でフンってやる方いらっしゃると思うんですけど、はい、これはフンフンぐらい。あ、つまみゆっくりで。あ、そうです。これが一番点火しやすいんですよ。で、ここまでやっていただいたら、はい、ここ温まってきて、はい、ちょうどもうそろそろ OK ですっていう状況になります。はい、はい、でもここで、はい、でもあとはこれつけて、はい、温まったら使います。これがですか。あ、そうですか。はいはい。で、ここであれか、何するんでしたっけ、たこ焼きって。たこ焼きは油を引いてから始める。あ、なるほど。あ、ほんまですか。あ、オッケーです、オッケー。大胆に入っていいってことですよね。はい、あのちゃんとふさがかもね。うわ、いいやん。おー、いいですね。意外とだから、わーって言ってもこう、はい、ちゃんと受け入れてくれますね。ちゃんと、ね、受け入れてくれるね。おー、口で、はい、見て入れてください。あ、はい、見て入れてください。いや、見て入れてますね。あ、見て入れてます。あ、してる感じなんで、違います。全然、自意識過剰です。全然そんなの見てなかったかな。全然見てないです。はい、苦手。はい、ちょっとあれ、たこ焼きのなんか歴史あって、はい、ここをラジオ焼きにしてもいいですか。おお、どもちろんです、もちろんです。あの筋肉がちょっとあってめっちゃ美味しそう。牛筋、あとラジオ焼きの前にちょぼ焼きっていうのがあって。ちょぼ焼き、はい、それがこんにゃくやったんですよ。めっちゃ知ってるじゃないですか。いや、その歴史しか知らないですよ。歴史だけ知ってて。歴史やり方知らないです。やり方あんまり分かんないんですけど、歴史だけ、はい、はい、教えてほしいです、教えてほしいです。あ、だからちょぼ焼きっていうのがあって、うん、ラジオ焼きになって、そこからたこ焼き発生してる。そうなんですか。はい、ここ、え、じゃあこれが始まり。そうそう、あ、じゃあここ始まってる。そうそう、年表になってます、これ。すごい、はい、なんかたこ先に入れるとかもありますもんね。そうですね、なんかでも結構見た目を重視するときは、ちっちゃく入れます。あの、丸くするの難しいんで。あ、そうなんですね、はい、僕でもでき、あ、できないんで、教えてください。はい、もちろんです、もちろんです。教えてください。歴史じゃないですけど。いや、敵はめっちゃよくないですか。いや、多分別の料理のあれ、あ、結構アナロジーで考えてるんで。アナロジー、はい、アナロジーで考えたらなんか似てる料理とかも、はい、あるんだなっていう。さすがです。感じです。はい、これもいきますか。お、いきましょう。わ、楽しい。真剣になりすぎてね。え、領域が、じゃあ私の領域が、領域を進めすぎて。私やるのもないじゃないですか。いやいや、ありますよ、まだまだ。ちょっと、うん、端っこまで火が通りやすいように、はい、U 字バーナーになってますよ。場所によって全然焼き加減ちゃうやんみたいなって、めっちゃ移動させるときありますね。いや、わかります。ここからハンってやるやつ。そうそうそう、それをしなくていいんですよ。嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいですか。はい、開発したのが、はい、私の後輩の女の子なんですけど。何さんですか。内緒です。あ、女性の方で、まあ別にいいけどな、どっちでも。別に、はい。女性かどうかは。女性かどうかはどっちでも。どっちでも、はい。どっちでもいい。はい。なんでいいかは分かります？え？わかんないです。なんでいいか分かります？ちょっとわかんないです。うん。ほんまですか？はい。ここまでお願いします。はい。
なんかいい感じですね。はい、もうすでに我々我々はい、えっ、ー、いや割れ目がなくて、たこ焼きの、ね、はい、大玉でも出来やすい。あ、そういうことですね。うわ、いいわ、かわいい。これこれかわいかったですか。かわいいです。バカデカですよ。あ、そのたこ焼きじゃなくて、あ、はい、これすごい。これじゃなくて、これめっちゃ、あ、これめっちゃ、これめっちゃいい、うんうん、綺麗ですね、それ、うん、どっち派ですか。え、匂いですか。ソースと、あ、ソースとあのだしみたいな。そうです。でもほんまだし、はい、かもしれないですよ。あ、そうなんですね。はい、どっちですか。私、ソース。あ、僕もですとか、季節によらないですか、その季節とか、その祭りみたいな、うん、感じ。え、好きな食べ物なんですか。好きな食べ物、あ、そば、そば。あ、そばめっちゃ好きよそばは何そばが好きですか。うわ、一緒やな、なんか口一緒ですよね。ほら、はて、え、いや、その感じ一緒。あ、確かに。でも味のはね、大事ですよね、うん、お料理作る時とかね、はい、一緒の味が好きなの。確かに、そうなるとね。あ、これちょっとやばいです。同棲とかした時に、そっちの方がいいですもんね。その、した時、あ、誰か、そう、誰かとする時、そうそうそう、確かに、それは大事ですね、はい、誰にしても、うん、誰にしても、確かに。そういう方にもおすすめです、あの、この商品は。これから、はい、生活始まりますみたいな。確かに大学とかでも楽しいじゃないですか、みんなで集まってみたいな感じで。でも大体この感じ見てたら分かると思うんですけど、多分必死に作る人が2人みたいな感じですか。ああ、でもその2人が結ばれるみたいな感じでね、今見てるかもしれないですけど、うん、ですか、はい、いや、そういう状況あるかもしれないですね。その作ってた2人、ストーリーあれですよね、商品のストーリー大事。そう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 、すごい分かります。ほんまにあの2人がかみたいな、うん、そういうたこ焼き2人で作ってたなみたいな、4本使ってたなみたいな、2人であのこういうラバータイプの、あ、そういえばそう、はい、ラバータイプってこれ、はい、あのフスト加工なんでラバータイプじゃないと、うん、違う、私がラバータイプと、はい、ここがフスト加工なんでラバーのこれがいいんですよ。というかあのこれ、これもついてた、ワンペワンペワンペなんですか。あ、はいはい、これなんですか。これはあの、はい、あ、そうだ、それこそお好み焼き派とおっしゃっていた、お好み焼き、ちょっと一回これちょっと、確かにお好み焼きの、小倉さん、はい、私がこれワンオペ寝てる。あ、ほんまですか、うん、あ、でもこれはちょっと置いといて大丈夫、うん、あ、ほんとに、はい、これ、あ、でもこれですね、はい、ちょっと置いといて、はい、弱めて、たぶん、だからお好み焼き、はい、お好み焼き、あ、そうです、お好み焼きもできるし、はい、もんじゃもできますし、何でもプレート？めっちゃいい。めっちゃいい。じゃあ次これもね。あ、いいね。教えてください、ちょっと。あ、怖いな。もんじゃ焼き。あ、もちろんもちろん。もんじゃ焼き。もんじゃ焼き。もんじゃ焼き教えてください。はい。完成ですか？うわ、いいかも。いや、でもまだじゃない。まだですか？え、これ焦げますか？綺麗。焦げますか？マジで綺麗。うん、綺麗。綺麗です。綺麗です。綺麗です。うん、いいじゃないですか？はい。おお、すごい。素晴らしい。ちょっとそのまま、はい、あ、確かにいいですか、まずは。そうですね、はい、普通ですね。いや、でも普通ですけど、ね、いつも、はい、いつもやってる。あ、いつもそうです。あ、いつもやってるんですか。はい、何もつけずに。 あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、じゃあ行きましょう、行きましょう、いただきます。いただきます。うん、ベリーうまーば。うん、すごい、ベリーうまーば、すごい、すごい、おいしい。あ、なんか生で聞いて感動しました。あ、ほんまですか。これからいっぱい聞くことになりますけどね。はい。あ、すごい破壊力すごかったです、はい、今。これからでもいっぱい聞くことになります。はい。本当です。はい、うまっ。めちゃうまい。ちょっとこれも。はい。うん。これちょっと、はい。おお。ラムネ。はい。すごい。すごい。お祭り気分で。はい。ありがとうございます。はい。ここで行った方がいいかもしれないですね。はい、行きますよ。はい。あ、そうそう、危ない危ない、大丈夫か大丈夫大丈夫か大丈夫か大丈夫か大丈夫ですか、全部何があってももう今後これ災難から全部守るんだ。本当ですか、
はい、そういう感じで起きてるんで、はい、ごめんなさい全部守るんです。はい、牛すじ食べたいです。牛すじどう、やばい、てかこれ置くときに、本当ですか、いただきます。なんか外から見てわかるんで僕も、すごい、はい、投資、何が入ってるか、投資というか、まあその統計とかでわかる感じですね。どっちかっていうと俺のタイプは、うん、タコです。まあ、またかゆうね。かゆうあれで。かゆうやつで、ほんまは、ほんとはこれ。ほんとはこれです。ほんまはそれなんですよ。うん。うん。いろいろ。はい。もう分かるんで、はい、こんにゃくが食べたいです。あ、こんにゃくですか。あ、もう全然分かりますよ。ね、これです。自分で食べてみてもいいですか。じゃあ合ってるかどうか、はい、もう一個こんにゃくあって、それもすぐ当てれるんで、ちょっといっぱい喋ってくれ、はい、うん、あ、こんにゃくです。はい、ない、あ、もう食べた、食べちゃった、え、すごい、はい、え、すごい、なんでわかるんですか。いや、もう全然わかりますよ、そんな、はい、で、もう一個どうですか。もう一個、ね、これ、これです、これです、この奥の隠れてるやつ。いや、もう絶対タコ出てます。え、いえいえ、え、タコ出れないんです。タコ出てる、タコ出てる。え、タコ、あ、こういうやつね。っていうやつです。ずるい、ずるい、ずるい、こういうやつですけど、うまっ。だって何もつけてないですよ、ずっと。うん、ポッコン。じゃあこれで、はい、オーソドックスな。そうですね、はい。ありがとうございます。あ、マヨネーズもあるんで。あー、はい、それすごい。な、それ何ですか。あ、もう僕、瓶タイプのやつしか使わないんで。え、ちょっと、すごい。初めて見ました。あ、本当ですか。瓶、はい、タイプのマヨネーズのみ使うんで、僕は。これなんで瓶タイプがいいんですか。いいよね、おかげさん、なんで瓶タイプ、いいよね、瓶タイプのやつ。おからさん、はい、瓶タイプってなんでがいいんですか。これもいい。これとかもね、入れてもいいかもしれない。青のり、あ、青のりでもあれか、ダメっすもんね。え、全然大丈夫です。ほんまですか。大丈夫ですか、僕も。ほんまに？青のり。え、全然ですよ。僕も大丈夫ですか。うーん。使ってください。ほんまですか。私が書いてる。まあまあ、じゃあ、あ、そうか。まあ、だから、あ、どうぞどうぞ。2人ともの場合は大丈夫です。瓶の、うん、ね、違うでしょ、やっぱり。なんで、なんでですか。ね、違いますよね、だいぶ違うでしょ、うん、違うんですよ。可愛いだけ、いや、可愛いだけじゃないですよ、ちゃんと中身もしっかりしてるし、お仕事もね、ちゃんと頑張ってるし、めちゃくちゃ頑張ってるし、こっちマヨネーズか、こっちマヨネーズ、まあまあ、マヨネーズは、はい、可愛いだけじゃないですか、うん、やっぱこれこんにゃくやったか、ほらね、いつの やっぱりそうやなと思ってて、事前に言ってくれるか分かんないですよ、後で言ったら嘘みたいになるけど思ってたんですよ。てか岡田さんが2つ食べてるじゃないですか。え、こんにゃく、まあ、すいません、ちょっと、あ、何が、こんにゃくありました、何かこんにゃく言ってる。だって3つ作ってたもん。ね、さっき2個って言ってたじゃない。いや、あれ3つですよ。いや、3つ作ってた。3つ、3つ、はい、3つですね。いや、だって3つ作ってたでしょ。え、3つ、あ、3つ、そうでした、3つでした。何ですか、はい、どこ、いやいや、何か。ああ、それラジオ焼きです。チョボ焼きから。これチョボ焼き。あ、これチョボ焼きじゃない。何
口も口もだけやん。うまそうやんこれ。冷めててもうまい。それがたこ焼き。冷めてても味。確かに。ね、ソースつけなくても。そうだ。うん。でもやっぱり。いろんな楽しみ方できる。